衝撃映像グランプリ、車1台で32万キロを走行する家族。太陽が沈んでいくのがわかるかい。今夜7時ドクター X。 イブアヤタ誕生。イブアヤタはどこから見てもスタイル決まる。さらに和装のまとめ髪も美しく、生え際が自然な新開発のフロントフリル、片手で簡単に綺麗に決まる。日本の女性にイブアヤタの美しさを。詳しくはパンフレットで0120-00-0930。今すぐお電話ください。痛い痛い痛い。すごいな。どうにかしたい。耐震、制震、ダブル工房のリフォームであなたの家を強くする。住友林業のリフォーム。売り上げナンバーワンの割烹白だし。うまさの秘密はカツオ一番だし。水で薄めるだけでうまい白だしスープができるやつ。簡単、おいしいわね。ちょっと黒巻の割烹白だし。東京産の農作物を食べよう。東京産食材にこだわる料理、食品ロスを減らす。あのよくそのおばあちゃんを普通に食べてたね。文句言いながらも温めてないじゃねえかとか、ね、量がこんな薄くていいのかな、少ないじゃん。美味しいだろ、そば熱くなるよ、ちょこっと味見したけど、肉も入ってて軽く温めたんで、あんまり熱くしないです。喜んで食べて、だからあれ今度また半額の時買ってきて、100円でそばのちゃんと肉入ってる、味付けもちょうどいいよ、あんまり辛くない。100円しなくてちゃんと入ってて半額で、ありんだ。だから一応ほら、行くじゃない。あのほら、どっちにしろ週2回しか行かないから、あの時焼きそば買っとけばいい。そしてあの8枚切りの安いパン買って、マサオちゃんは1個で、小倉君には2個。で、おばあちゃんに食べる。ランチパックかなんかで、おばあちゃん平行ったら、ランチパック食べさせてね。もしかしたらあれ、パンに乗っけてやれば喜んだからね、静かだから。あ、そうそうそう。パンにな、トーストしてな。あとほら味変えたいんだったらそこにさケチャップ乗っけてみたりさ、まあ、じゃあチーズ乗っけてみたりするとまた味変わる。十分でなる、うん、あの8枚切りの薄いパン、あおばあちゃん8枚切りの薄いパンでいいんだ。今日は焼きそば食べるからみんな8枚切りにしたらいつもだと6枚切りとかするだって1杯だとまた多すぎて食べれないとか。だけどあれだよ、1ヶ月ごとに1キロぐらいずつ太ってるからやばいよね、お前。あ、そうなんだ。うん、まあちゃんってあれ、この最初すぎてるんじゃない。栄養だって取ってたよ。栄養質だって言われたじゃん。あ、そう。まあいいのか。バイオリン。じゃあただ60キロとか、60キロ、55キロぐらいで今何キロなの。10キロ太っちゃった、みんなが。排水化物。食べられるものの時に食べられるものを壊してないとな。すごい車だね。あの年寄りが乗ってるから買ったの、うん、ポルシェだよ。ポルシェなんだね、すごい。ポルシェの新型じゃないの。ポルシェのオープンカーだよ、あんなのと一緒すね。何千万単位する、2000何千万、2000万ちゃいやん。持つか、なかなか乗ってる人いないやん。すごいよね、色がいいじゃん、ゃん、うん、あんなの真っ赤なんじゃなくてね。そうそうそう、油というのはちょうどぴったしの色だよね、色の毛が。だから動物の油が低い人間の体の中に入ると固まりやすくなってる。ところが魚の油は人間の中に入っても固まりません。だから魚は人間にとっていいんです。魚を食べる理由は、小学校の人ですね、なんとか魚本来の素材の味を覚えてもらって、魚を食べる習慣をつけてもらって、将来的に健康な生活を送ってもらいたいっていうのが。明日は東京産食材にこだわる料理人が登場します。藤子、あっさく